まあ、これが30秒の心理演説です。まずね、一個一個の山が高すぎる、うん、ペレットって感覚的に言うとこの半分ぐらいです、うん、で山がこんだけ高いということはちょっと心臓分の筋肉が分厚くなってる可能性があります、うん、ただ不整脈は出てません、うん、というところかな、言えるのは、うん、でここはまあ、心臓肥大って書いてあるけどこれはペレットじゃないです、猫で、はいはい、やってますんで、うんうん、猫だったら当然心臓が肥大してるよという感じですけども、はい、どうもちょっとリズムは悪くないけどちょっと心臓肥大があるかなと、うん、で連続を見てみましょう。そうか。